エクスペクトインスタグラム。初めてのお使いをオンラインショップで終わらせるという事故。おいおい、俺が金で動くようなやつに見えるのか。1キロ先の家にピザを配達。12日の木曜日、元太と光彦の末路。ああよかった、出来すぎさん帰ってくれたみたい。ずっと門の前にいたから気味が悪かったわ。お前漫画の海賊版をダウンロードしたりしてないだろうな。ああ失礼な、アップロードする側ですよ。あかん、ここ大人用プールや。あれごときで危険タックルって。おい嘘だろ、対戦相手吉田沙織。貴様の名は。俺は1000円カット被害者の一人。お正月だけ孫たちが寄ってくる。エキストラの存在感が半端ない。食パンマンドラえもんに喧嘩売ったそうじゃな。アンキパンにされたそうですよ。アンパンティニュース、新しいカウティニュースよ。落としましたよ。僕のじゃないです。涙ですよ。フリーキックが自由すぎる。フォースを目に焼き付けろと言った結果、アンパンマンとマンツーマン。もう一回通訳してくれる？痛いって。ラストクリスマス、よくちゅー。ライター貸そうか。ユニコーンを丸飲みしてみたが最後の角がきつい。果汁 100%。 いそうの、そんな姿になっても野球しようぜ。一度も球を命中させたことのないマイケル VS 一度も回避に成功したことのないボブの頂上決戦が今始まる。のび太さん、こういうお店は初めて？マッチョが売りの少女、ファミリーレス。じゃあ俺たち帰るわ。パンツ見える子いないかなと探したらいた。なるほど、みんなオンラインゲームには女の子の名前で参加してたってわけか。本当だって、若い頃は10ヶ月ぐらい息止めれたんだって。トップハムハット卿が路線を点検しているとトーマスがやってきて、ハゲと言いました。高でものび太さんよ。うん、カリカリしててうまいんよこれ。これじゃあまるで飲み会ですね。ゴルフ初心者、お前らの募金待ってるぜ。ずっと喧嘩中の父親が授業参観で嫌がらせをしに来た。タバコってどんなかなって。ちぇ、タイミさんもゾンビになっとる。テトリスやってたら見たことないブロックが落ちてきた。8位のやつがヤバいアイテムを使って追い上げを見せる。みんなが逆走しとるぞ。おい、黒板消しパンパンしてんの誰だ。